アスレチッククリアしたら1000万円クリアして人生大逆転だ、ここは会場かって、参加者年寄りばっかりだな。よく来ましたね皆さん、やばいやつが出てきたな。果たしてみんなアスレチッククリアできるかな。絶対にクリアしてやるって、下にサメいるよ、怖すぎる。絶対に落ちないようにゆっくり歩いて行こう。うわ、上からも来るの、危ない。下にばっかり注目してたら食べられるところだった。なんとかクリアできたけど、このアスレチックやばすぎ。こんなのおじいちゃんクリアできないでしょう。ゆっくりと歩いていったら上からサメ来たぞ。これをギリギリかわした、すごい。だけど足踏み外してそのまま落ちて食べられた。だからおじいちゃんには無理だって。また次の犠牲者が進んでいった。あれ、上から来ないのか、前から来た。こんなの買わせないでしょう。おじいちゃんに厳しいな。よく最初のアスレチックを突破したね。次はこれだ。絶対下からサメ出るよ。気をつけて進んでいこう。下からサメが出てきた。危なく食べられるとこだった。そしてこのまま強引に足で進んでってやる。これでどうだ、強引にクリアすることできた。こんなの絶対おじいちゃんクリアできないよ。おじいちゃん釣り革にジャンプって、届かずに落ちて食べられてった。挑戦しない方がいいのに。次のおじいちゃんは釣り革に届いた。だけど下からサメ来るよ、そのまま食べられてった。っていうかサメ上に上がりすぎじゃない、あんなの誰も買わせない、おじいちゃんに厳しすぎ。まだ残ってる人がいるとは。次が最後のアスレチック、最後はこれだ。なんだよこのヤバそうなやつは。この上を進んでいけっていうのか。こんなの絶対食べられるよ、危ない。誰か助けて。閉じてくれた、よかった。口開く前に次へとどんどん進んでいこう。なんとかクリアできた、よかった。こんなのもうアスレチックじゃないよ、おじいちゃんになんか絶対クリアできないでしょって、そのまま食べられてった。だからおじいちゃんに対して厳しすぎなんだって。次はムキムキのヤバいおじいちゃんが現れた。ジャンプしてサメを攻撃。アスレチックスレイよ。マッチョジジイにサメが襲いかかっていったけど受け止めた。だけどそのまま水の中へ。さすがに水の中ではサメが有利か。水の中からマッチョジジイ出てきた、強すぎだろうと思いきや食べられてた。普通にアスレチックしとけばよかったのに。クリアしたのは君だけか。そうだ、クリアしたから1000万円をくれ。1000万円なんかないぞ。1000万円だって言うから挑戦したのに。グダグダ言ってたら食べちゃうぞ、帰れ。恐ろしすぎる。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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